久保さん今回はあの「気づき」にしましょうか「気づきの木」あのー「守る」うんあれですよね気づいてから守るっていううんなんだろうなあのー、津波、えー、東北大震災十何年前十年前以上その後何ができたかっていうと防波堤ですね 防波うんまあ、人は失ってから人はな何かをなってから、まあ、気づく守るっていうことが結構多いんじゃないかなといろんなとこでもそうですけどあれがあったからこうでもあれがある前に気づけた方がいいですよね、うん、だからなんだろうなあの僕もあー気づけたんでよかったなと思うんですけど まあよくね、そのお金はね、死んだ後、持っていけないと。お金は死んだら使えない、持っていけない、みたいな言葉もあったりとかね。まあみんな知ってるし、まああと人生一度きり。どんだけ聞いてきたフレーズだや,やねんみたいな話じゃないですか。でも本当に気づいてるんでしょうかって話で。人生一度きりなんだけど、その一度をね、精一杯、なんかやってない、まあ日々、 うん、こうしたいなと。こうしたいなとか、あんな生活したいなとか、こんなもの手に入れたいなこうしたいなと思ってるんだけど、日々何も変わらない。そして今日も終わっていく。明日も終わる。もう4月ですね、久保さん。3月終わってね。<laughs> 4月といえば入学シーズンですけどね。また、あの、僕は4月1日、昨日のキャンペーン終わったんで、また次キャンペーンしてきます。<laughs> もう4月はね、あの、 これから何か始めるぞっていうねそういう流れですからいろいろやってきますけどうんだからまあセールスするっていうこともまあジャパネット高田さん僕高田社長好きだったんですけど、うん、引退しちゃいましたからねもうジャパネット高田社長が売り込んでくれることはもうないしあの映像をねな生っていうかリアルタイムで見ることはでき過去の映像はありますけどもう今はもう泣き ま,あまだ生きジャパネットの方さん社長まだ生きていますよね、多分、ね、だけど、多分もう、現場にでこう、やるっていうことはないでしょうね。だから僕も、そのセールスができるっていうのも、まあ、限られてるので、そう思うと、うん、毎回毎回僕はセールスしてるんですけど、<laughs> まあ、このセールスできるのも、うん、売ってあげることも、賞味期限付きだなっていう。 80歳になって多分やってないと思うんで。うん。だから今のうちできることやっとかないと、うん、できなくなるし、逆にそれを伝えていきたいですよね。今、今買えるよと。今、まあ、すげえ上から目線ですけど、今売ってあげられるから買えるけども、僕が売れなくなったら買えないよと <laughs> いうことで <laughs>。まあ別に僕から買わなくてもね、いろんな人から買えますけど、 まあ実際ね、これね、あの昨日ね、商品買っていただいた方からメッセージいただいてきまして、本音ですっていうね、本音ですっていうメッセージいただきまして、えー、今回、根、えー、を購入させていただきました。吉谷さんの情報商材の特典や R の思考があるので考えたのですが、購入しましたと。えー 私は周辺さんの錬金術以前購入してそれぞれ大切にしています。ただ、どうしても吉谷さんから学びたいんです。怒られるのは承知で書いています。アンケート1万文字後のワンツー動画が衝撃だった衝撃でしたと。とあの時、吉谷さんが言ってたマグロをどうさばくのか、点と点をうまくビジネスと絡めていくのか、うっすらと分かってきたような気がします。まだまだ努力不足ゆえに難しいのですが、えー 難しいのですが、現実です。でも、必ず吉田さんが言ってたように、過去の、私の過去は金になる、を気持ちに置くそこに秘め、少し時間がかかると思いますが、乗り越えていきますと。アウトプットはツイッターブログの方でしていきます。いいねが作ると、いいねがつくと頑張れますと。気持ち的には擦り切れるぐらいまで聞きまくり、商品を作る時のカニングペーパーにしていきたいです。以前、何を武器にしたらいいですかと質問したけれども、武器をもう持ってるじゃないですかと、さらりと言ってくれました。 今は迷うことなく、手元にある、手元にある武器を限りなく使って自分の、自分の形を作っていきます。どうしても報告しない次に進みなかったらメールしました。困った時はまたメールしません。毎日見ていますと。はい。吉谷さんから学びたい。あざっす。<laughs> まあ僕から学べなくなりますからね、うん。うん。ありがたいですね。こういうメッセージいただけるのは。吉谷さんから学びたいと。 まあ、あるね、まあ、本アマゾンの本を検索したらね、無限に出てくるし、うん。だからまあ、僕はまあやるだけですね。そう。まあ、やっぱ他の、やっぱ、教材を売ってる人と久保さんと僕は多分違うのが、うーん、現場でずっと発信するっていうね。多分これはね、ほんとね、他の商品、教材売ってる人とちょっと違うと思いますよ。みんなほんと離れてきますから。 マジで離れていくんで、これはもう、あの、揺るぎない事実です。こんな現場でずっとやってる人なんか、まあ、いないですから。でも僕は、昔ね、その、なんだ、よ、夜回り先生かな。夜回り先生。夜回り先生っていう本ある。そう、夜回り先生。夜回り先生っていうね、本があって。まあ、これ、まあ、出てたんですけど、まあ、いじめとか引きこもりとか自殺する子供を、こう、夜回ってね。 あの解いていくっていう先生がいてまあドキュメンタリーでもちょっとやってて見てたんですけどまあずっと現場に行ってねまあこう諭してるっていうね、まあ、水谷さんか、うん、水谷治さんっていう人ですねうんまあ僕はそのこれ夜回り先生パグってもいいな夜回、うん、り先生いいですね、うん、まあ現場 僕は現場に答えがあると思ってるんで、まああの、踊る大捜査生のね、あの、青島警部の僕は言葉が好きで、事件は現場で起きてるっていう。で、これね、高橋がなりさんもね、あの言葉が好きなんだって言ってて、お一緒やな、みたいなね。<laughs> がなりと一緒やな、みたいなね。<laughs> すごくリンクするところがあって、まあ、その、同じ言葉が好きって結構ね、うん、多分その、 受け取り方が一緒ってことなんですよね。こと同じ言葉が好きっていうのはその言葉をどう受け取るかなんで受け取り方が一緒っていうことは結構まあまあ一緒なんですよ <laughs> そう。だからまあねガナリさん僕はあのあの今ガナリさん悩みそうだみたいなやってますけどもまあ年取ったらねもう悩みそうだみたいな,なんかああいう感じでちょっとやりたいですからね。 事件は現場で起きてますからこれからもまあ現場主義で僕はやっていこうかなと思いますねうんまあ逆にラッキーなのがみんな現場側から消えてくるのであのしつこくやっとけば<笑><笑>まあまあいけるよって話ですね <laughs> でもまあずっと言い続けますけどまあ失わないと気づかないんですけどまあ失う前に気づけた方がいいと思うんでうん ままあそれはずっと言っとてきますね、うん、僕は逆にその十何年まあ失ったっていう表現もあるけど学んだっていうまああれがあるから今があるっていうこともあるんですけどもまあ実際時間はねなくなったんで会社でずっと泊まり込みしてうんまあ今は自由ですけど、まあ、その自由があるのはそこで頑張ったからっていうのはもちろんあるんだけれどもでも視点を変えるとね僕はその20代 うんみんなが遊んでる20代ってまあね飲みに行ったりとかなんかどっかりょい,いろいろ行ったりとかなんか20代って多分まあいろいろあると思うんですよでもそのにいろいろある20代を僕はずっと会社で過ごしたんで思い出が会社に泊まってる会社で仕事してる思い出しかないので10年ぐらいでうん でもその20代はもう戻ってこないですからね。でも逆にその20代があるから今があるとも言えるんですけどでも失いましたから <laughs>。だからまあうん早くね一人で僕は自立して一人で稼げるようになった方がまあもし今の今のね僕の状態が20代で訪れてたら。 もっといろんなことできたんじゃないかなって思いますし。うん。そうだから今もがん、だから今頑張れるしね。うん。っていうか今がん、今がん、今頑張るというか今自由にこう、自由を頑張るっていうかね。今自由を頑張るっていう、自由を頑張るっていいっすよ。今自由を頑張んないと自由、不自由になるので、そう。いずれみんな不自由になるんですよ。ね、歩くのもね。 きこの昨日か一昨日ですかね、なんかその、歩いてたら、目の前から、あの老人、あの年取った人が歩いてきたんですけど、まあ、一歩一歩、めちゃくちゃ遅かったですよ。なんか小刻みに一歩一歩、杖つ,ついてね、一歩一歩歩いてるんですけど、歩くっていうことも不自由になりますからね、年取ると。うん。そう。目も悪くなるし、耳も悪くなるし、全部は、あの、衰えてきますから。どんどん不自由に向かって、僕たちは。 あの、退化してますから。うん、今、自由を頑張らないと。はい、いってらっしゃい。